ランヘランバは日本の競争馬。主な勝ち倉は2010年小倉サマージャンプ、京都ジャンプステークス。馬名の由来は走るガネーシャの別名。2005年12月25日の中京競馬場でデビュー、初勝利を収める。平地競争で4勝を挙げオープン入り、2009年の半球杯に出走するが、BB ガルダンの14着に敗れている。結局、 オープン戦では一勝もできず、2009年11月28日に、東京競馬場で障害デビューする。同レースで障害初勝利。本格化したのは2010年夏で、オープン戦を2着1着と、構想し、小倉サマージャンプに出走。一番人気の光栄トライを、かわし、二番人気バトルブレイブの追撃を振り切り、重賞初制覇を収めた。続く、 京都ジャンプステークスでも一番人気、テイエムハリアーを最終障害で捉え重傷を連勝。イルミネーションジャンプステークスを加えた4連勝で、この年を終えている。2011年は、春麗ジャンプステークス1着、京都ハイジャンプと牛若丸ジャンプステークス2着。連覇のかかった京都ジャンプステークスでは5着。2012年右前足に故障を発症し急用。 復帰戦となった小倉サマージャンプは最下位の13着に敗れた。2013年3月のペガサスジャンプステークス12着を最後に4月4日付で競争場登録を抹消された。引退後は東京農業大学で乗馬となる。ありがとうございます。